札幌・すすきののホテルで男性を殺害して首を切断し頭の部分を持ち去ったとして親子3人が逮捕された事件で逮捕された母親が娘の犯行を止められなかったと話していることが分かりました田村瑠奈容疑者と父親の修容疑者母親のろ子容疑者は 共謀して先月1日から2日にかけすス,スキノのホテルで62歳の男性を殺害した疑いが持たれています捜査本部はルナ容疑者が殺害を実行したと見ていますが母親のヒ子容疑者は取り調べに対し当初娘の犯行を止めたかったが止められなかったと話していることが捜査関係者への取材で分かりましたこれまでの調べでは父親のオサ容疑者が 事件前にルナ容疑者とノコギリやナイフなどを購入したことなどが分かっていて捜査本部は3人の役割分担についても調べを進めています。